面白くなくても聞け。昔からね、僕はそういう人だったんですけども、よく登校拒否ってあるじゃないですか。学校に行けなくなっちゃった、行かなくなっちゃったりする人いるじゃないですか。これで、まあ、いじめとか、そういう、要因がある人はさ、要因がある人は同情の余地があるじゃないですか。大変なことですね、なんとか打開策をってできるじゃないですか。俺ね、ある日突然、何でもないのに学校行きたくなくなるとか、そういう人だったんですよ。もう突然だよ、変な話、クラスで、あ、面白マンだなって言われてる、ある日突然ね、うわ、なんか、いいやーって思って、あ、学校、高校3年の3学期でやめたのも、よくインタビューとかで言われると、いや、僕は甘える性格だから、もし大学行って一浪したつもりでなんて考えて、結局お笑い1年でやめちゃうんじゃないかななんて思って、自分をね、断崖絶壁に追い込む意味で、学校辞めちゃったんですけど、とかって言うんで、それは嘘で、ごめん、嘘だ。ごめん、あれは、今まで高伝統9年ぐらいだけど、嘘で、突然どうでも良くなるっていう病気があるんですよ。おいでいてね、最近どうもちょっとそれらしくて、突然ね、別段何の不満もなくて、仕事行くとそれなり楽しいんだけどね、急にね、なんか、このまま寝てたらどうなったーとか、なんか、ないかな？ないか？いや、学生とか結構俺と同じ人種だっていいんじゃないの？なんか、起きなかったらどうなっちゃうのかなーなんて言って。で、一日休んで、一週間休んだらどうなるのかなと思って、いつもが学校いなくなっちゃうやつ。ほいでね、やっぱ俺は大人だね。解決策を見つけたよ。すごいきちんとした解決策。今日ね、仕事がね、全部でね、3本あったんですよ。1本目が、昼間やってるセントギガっていう小さい放送局があって、そこで喋る。で、2本目が、真剣ゼミのベネッセコーポレーションっていうところの、取材。で、3本目がこれなんだけれども、朝起きて、ね、行きたくなかった僕は、ね、また、ダメ人間が発動した僕は、まず、セントギガに電話をかけて、スタッフの AD さんに電話をかけて、もしもし、すいませんけれども、チョコレートを買っといてくれませんか？ね。で、その時にベネッセコーポレーションの、やっぱりそういうアルバイトの人に電話かけて、ね。もしもし、鍋焼きうどんを買っといてくれませんか？それで、最後に、今日ここ来る前に、TBS に電話かけて、シュークリームを買っといてくれませんか？お菓子があるから行ける。な、もう、お菓子食べたさに行ける。これだよ、これ。ね、俺は頭いいね。大人だね。なんで、成長しないかな？だってね、いやいや、っていうかね、他がね、忙しすぎるんですよ。今日ね、仕事は3本しかないんですけど、昨日のね、夜にね、ボーリングとファミコンが、これがすごいハードスケジュールで入ってて、もう死んじゃうよ。事務所に何度も電話して、もうこんなにボーリングとファミコンのしかもタクティクス動画を入れられたら、俺は死んじゃうよって言ってるんだけども、マネージャーがひどいんだよ。勝手にやってるだけじゃない。そりゃねえだろ。いや、そんな言い方はないよな。もう、本当にね。俺なんかね、もうね、すごいんだよ。もう事務所が地獄事務所だからね。マイボールまで作っちゃった。俺で、マイボール作ったのが楽しくて、もうずっとボーリング。でね、俺ね、ボーリング今までね、結構、何度か俺の中にボーリングブームが来たんだけれども、俺はボーリング場に行って、ボーリング場にあるボールを借りると、要するに指が太いから、もう指を合わせて借りるしかないんですよ。指が入るボールっていうのは、16ポンドしかないんですよ。16ポンドのボールしか、指の入るボールってボーリング場どこでも置いてないから、生まれてこの方、つうかまあ、中学校ぐらいで初めてボーリングをやってから、一回も16ポンド以外のボールを投げたことがないんです。おいでいて、この間、テレビ局でボーリングの仕事をやるっていうんで、ボールを作ってくれるっていう話になって、でマイボールを作ったんだけど、それがね、穴開けてくれるには勝手に開けてくれるから、ボーリング場のボール穴開け職人、穴開け職人の言葉を無視して、穴は一番でかい穴で、9ポンドというのを作ってもらったんだけど、ボーリング職人の人が絶対ダメだって言うんですよ。ボーリング穴開け職人、それは絶対ダメだからっていうね。それじゃボーリングにならないからって言われても、そんなのは俺の勝手で、俺が作ってもらって、俺用のボールなんだから今腰も痛いし、9ポンドで作ってくれって言ったら、判明したね、昨日の晩、なぜダメなのか。9ポンドのボールに一番でかい穴を開けると、その穴のところでボールが途中で止まるんだよ。だから、投げ損なってゆっくりしたゴロゴロゴロってボールがあるじゃないですか。どんなに子供が投げても、どんなにババアが投げても、ゆっくりゴロゴロ転がって最後まではいけない。ガーターに入ったりするじゃん。違うの。途中で、そこのところでピタッて立っちゃうのよ。ボールが。で、その度に、係の人の目を盗んで、レーンを歩いていってボールを持ってこなきゃならないっていう、そういうことに気づいたりしてね。大変なんですよ。
今日またなんか録音っぽい話だね。生なのに俺こんなこと言うから録音と思われるんだろうな。本当にハガキめちゃくちゃ多いです。で、中ですごいのは、伊集院さん、先々週が録音じゃなかったら、僕も、ラジオをずっと聞いてるんで分かりました。あれは、確かに生ですけれども、先週は録音でしたねっていう。まだ俺、一回も録音やってないんだよな。もうね、すごいんで、それがね、分析してね、みんながね、言うですよ。分析して、例えばテープに撮ってて、なんかの、何、入ってるノイズの特性かなんかを調べるらしいんですよ。ノイズの特性を調べた結果、11月6日分は、録音だったという結論に達しました。どうだって書いたんだけど、いちいちハガキで返事書くのもなんじゃないですか。いや、どうだと言われてもあれは生でしたってのも変だからね。今日どっから俺ちょろっと絶対生だっていう証拠をね、出しつついきたいと思います。最近変なボーリングがあるんだよ。あのね、うちのあの神さんがね、ボーリングどれぐらい出るのって言ったらね、一回ね、300出したことあるって言うんで、あるわけないじゃん。300って全部ストライクだから。絶対あるって言って、これでいて、300以外でもう280とかは絶対出るって言うんだよ。あるわけないじゃんか。それでいて、もう、なのあるわけない。パーフェクトでこうだろって、ぶん抜くれてんだよ。もうすでに、うちの神さん、ぶん抜くでモード入るとすごいから。服のまま風呂入って、このままだと風邪ひくから、風邪ひいてもいいのねっていう脅しに入るから。これで、じゃあ行ってみようって、うちの神さんの行きつけのボーリング場に行ったら、そのボーリング場すげえんだよ。ストライク出すと、スロットマシンが回って、7が3つ並ぶと、得点が5倍になるんだよ。そんなのもうボーリングじゃねえじゃん、もう全然さ。で、300点って、お前なんだよっていう。すごいんだもん、なんか、ストライク出すと、ストライクってバッテンジル、超熱帯みたいなのがバーンって後に、テレ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 レレレレみたいな、ぐるぐる回り出して、7、7、追加、残念とかなって。おいでいて、なんか、さくらんぼ何言うの ?5 点プラスとか言ってさ。で、うちの神さん、それ基準に300点だからさ、自分は300点出る人っていうのをね、思ってんですよ。で、多分もともと100点とか、下手したら90点とか、そういうのが300点になってんですよ。これでな、ボーリングを、マイボールを作ると、何?普通、100点だった人は130点、150点だった人は、まあ、180点台に突入するって、3割ぐらい点数上がっちゃうよって、点数率上がっちゃうよって言って、その日ね、元広島東洋カープの山本浩二さんと行ったですよ。山本浩二夫妻と。ね。すごい組み合わせだろ。山本浩二夫妻と俺っていうね、組み合わせでボーリング行ったんですよ。山本浩二さん、いきなり、やるなり、205点。これは今のギャンブルチャンスなしのやつ。普通の、ギャンブルチャンスなしの普通のボーリングで205点ですよ。ほとんどプロ並み、真っ黒ですよ。スペアか、黒塗りしかないから、そういう状況ですよ。でいて俺も、あ、3割増しなんだって。山本小さん1ゲーム終わったところ俺来たから終わったところ、じゃあ俺もやってみようってマイボール作った。やった。91点。すごいね。しかも3割増してるんだけどね。その前が70点だったからね、俺ね。ボーリングってどうやったら上手くなるわけ?上手くなるコツ。ボーリング、フォームとかグダグダ言うじゃないですか。で要は投げればいいわけで、最終的に。いいとこに行きゃいいわけでしょ。あ、なんかわかんない。右回ると思うから、あらかじめもっと右から投げるじゃん。ね、外左行ったりするじゃないですか。あれがわかんない。そんな俺が、来週テレビでボーリング出ますよ。そのプロと対戦。プロも怒るだろう。で、プロと対戦の方がいいのね。で、いいんだけど、別にギャグとかやればいいだけだから。だけど、プロとペアマッチっていうのがあって、ペアマッチとかプロとか怒るじゃんか、取れなかった。なんでそんなのが取れねえんだとか言われるじゃないですか。だからそれはね、嫌でね。ボーリングテレビ出るの嫌なんですけどね。テレビじゃんっていうので。出ますわ。もう、スターボーリングの時で、これがいい。で、スターボーリングの時にも、どうせ俺できないから逆に逃げちゃおうと思って、レーンとレーンの間の仕切ってるとかあるじゃん。あの上をボールをスパーって転がしたら、カットって言われて、VTR 止められた上に、はがいじめにされて、二度とやるなと言われて、このレーンとレーンの間を当たったら、行ったら、壊れちゃうからって言われて、じゃあ二投目はって、二投目は、ボーリングのレーンの方向かないで、みんなが並んでる方に向かって、ゴロ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 って横に投げたら、あ、お前帰るかという騒ぎになって、大騒ぎだったんだよなね。すごいな。今ちょっと CM の間話したらね、そのね、戦う相手っていうのが、その番組戦う相手っていうのは西条プロって言って、すごい有名らしいね。小松みどりさんのお兄さんだか弟だか兄弟で、そうだよ。昔、神さんが須田佳代子とかじゃないかな。奥さんもプロボーラーのすごい人っていう感じで、どれぐらいすごいかっていうと、すごいスピンボールを投げると、一回ガーターに入ったやつが出てくんだぜ。オッケーなんじゃないの?ダメなの?あれはガーターってことになるの?すごいで、だって、それも、自分でそういうことしようと思ってないのに、スピンが強すぎて一回ガーター入って出てきちゃうんだな。もうすごい大騒ぎで。だって、ガーターに入って、倒して、もうなんか落っこって、ボール戻ってきてもまだスピンしてる。
そんなにはすごくないけど、それぐらいの人とやる、だいたい企画が間違ってるな、その企画自体がな。俺、ほんとね、それだけは。ああいうさ、で、しかも出るのがスポーツ番組でやるから、スポーツ番組、それギャグ通じないやん。ギャグ全部カットだからね。ちょっとブルーなんですけどね。そうそう、とりあえず、結婚式、皆さん今おめでとうって言ったでしょうから、ありがとうございます。あ、言ってない?いやいや。あのね、先週の放送終わって、3時までやってから、まあ、反省会というか無駄話を4時半ぐらいまで、次の番組の人が来ていつも帰るの。次の番組の人が表来て、プレッシャーかけ始めてから帰るんだけど、帰って、家帰ったのがね、まあ、エノさんの顔を見てから帰ったから、エノさんにおはようさんって言われて帰ったから、それで、家帰ってね、6時ぐらいに家帰って、いいともの入り時間が10時だから、9時過ぎにはもう家出なきゃいけないから、これ寝たらダメだって寝ないで、そのまま笑っていいとも言って、終わって増刊号分撮って、それでなんか取材みたいのがあって、で、それから上野に行って、上野から、なんかシナノだかなんかそんなの乗ったりして、浅間っちゅうの乗って、でもこの、浅間に乗るや否や、浅間の便所で、タクシードに違えるんですよ。そうじゃないと、軽井沢降りてから結婚式始まるまで移動も含めて30分しかないですから。だから、タキシードに着替えた上でやっと寝れるわけです。やっとかでカーって寝てたんですけど、あのね、おばさんっていうのは考えられないことをするね。とりあえず、伊集院さんだと言われるのはまだ結構嬉しい人なんですけど、嬉しい人なんだけど、寝てる時に起こされるのはまず嫌じゃん。やっぱり嫌じゃん、こうやって起こした上でなんか言われたりするのは嫌なんだけど、起こし方にも程があるぜ。俺がぐっすり寝てるところにおばさんが、冷凍みかんを、ほっぺたに、パッてつけて、スベレッと起きたら、あはは、って去っていくっていう。そのおばさんが、いてね、あんなの心臓悪い人だったら死ぬよな。で、こんな騒ぎで、軽井沢ついてね、結局出たのがね、出席したのが伊集院光。それと、うちの、今、現奥さん。ね、現奥さん。それと、奥さんのお父さんお母さんと、うちに俺が生まれた頃から住んでいる男と女ね。それからおばあちゃん全部で、8人に、うちの神さんがどうしても呼びたいってね、一人だけ親友で呼びたいって言うんで、タレントの大東めぐみちゃんだけポツンといるんですよ。で、このね、大東めぐみちゃんがやってくれるね。大東めぐみちゃんがなんかね、結婚式でしかもちっちゃな教会でやるっていうのに、でっかいリュックを背負ってるんですよ。ずっとリュックを背負ってるんですよ。しかも、まあその結婚式用の黒いドレスとまではいかないけど、まあ清掃した上で、黒いきちんとした清掃した上で、首にこう真珠のネックレスとか飾って、胸に花とか飾った上で、リュックサックを背負ってるんですよ。これ結婚式の途中も背負ってるんですよ。これ何なんだろう、何を持ってるんだろうと。最初は着替えとか思ったら結婚式の途中にはしょうがねえだろうとか思って、これで言ってうちの神さんのウェディングドレス姿に感涙したりしてるんですよ。で、ああ、なんなんだろうなと思ったら、結婚式終わって先にその出席した人が全員表に出て、これで、俺が神さんと手と手を取り合って表に出てくるところに、教会だからライスシャワーってなるじゃないですか。米をみんなでパラパラって投げるやつ。あれ用の米を、秋田小町10キロ持ってらっしゃるんだよ。お前は修行かっていう状況ですよ。10キロ持ってて。まあ、自分たちが、パラパラ、パラパラっていうところを、どうだーって、投げててね、もう下の方にね、1センチ弱の米溜まりができるぐらい投げて、それでいて、もうね、もうすでに俺たちが歩き終わっちゃってるんだけど、もう後ろからもドダドダかけてるんですよ。で、どうしたのって言ったら、いや、持って帰るの重いからってね、10キロライスシャワーをね、したりしてね、とりあえずね、結婚式終わったんですけどね、すごいこと起こりました。とりあえずヘトヘトになって、結婚式帰ってきて、私はマイホームの玄関、に差し替わりました。もうヘトヘトです。その日一日結婚式やって、でもうすぐ帰ってきて、ヘトヘトで家ですよ。家に戻ったら、俺ん家のマンションのオートロックの玄関のドア。まあ普通の塔ですから、まあ1メートルかける2メートルぐらいかな。1メートルかける2メートルぐらいのドアのところに、どなたかファンの方がくださった嬉しいメッセージだと思うんですけれども、落書きがしてあって、落書きが、祝結婚の3文字の落書きがしてありました、ドアに。ね。しかも、ドアの大きさが2メートルかける、1メートルの大きさなんですけれども、
1メートル50かける2メートル50ぐらいの大きさで、ドアから全部はみ出てペンキで、すぐ結婚って書いてありました。あのね、褒めてあげたいんでね、ラジオ聞いてたらね、はがきよく作んないから、お礼がしたいじゃんか、すごいお礼がしたいじゃんか。神さんね、さっきまでつい10時間前までウェディングドレス着てたのに、ホッカムにしてベンジンでそれを一生懸命消してる姿がね、可愛らしいやら悪いやら。でいて、大家さんっていうのが全然俺らの職業のことをよく分かってないから、大家さんの家の入り口でもあるわけですよ。で、それをドカーンと見て、本当に嫌味とかじゃなくて、多分芸能界っていうのはそういう世界なんだと思うんですけども、お友達にこういうことはやめてくださいって言ってくれませんか？お友達は多分やらないと思うんですよ。お友達じゃなくて、すごいありがたいファンの人だと思うんで、ぜひね、自分の学校とかで、友達が、伊集院にお祝いで、祝結婚っていうのをドアに書いたとかですね、そういう話をしてる人がいたら知らせて、お礼がしたいから、すごく、何お祝い返しはさ、だいたい半分って、祝儀の半分って言うじゃん。お祝い返しは祝儀の半分って、2万円もらったら1万円返す。4万円もらったら2万円返すだから、お前の家には、75センチかける1メートル25で、3文字書いてもらったんで、1文字半、何か書かせてもらうんで、とりあえずおはがきください。待っております。この間ね、いつだ、中野サンプラザで仕事した時だから、日曜かな、土曜かな、池谷くんと一緒にね、X ファイルってテレビ朝日で始まる、俺結構好きなんですよ、ビデオの仕事があって、X ファイルが大好きな、タレントさんがいっぱい集まってイベントをやるっていうイベントだったんですけど、その池谷くんが俺の横で、テレビのカメラが回ってて、X ファイルについて池谷くんどう思われますかっていう質問に対して、僕はUFO とかすごく信じるんですよ。だから X ファイルの話っていうのも、なんかほとんど本当のことだと思って受け止めてるんですよ。だからもうみんなはノンフィクションって言うと思いますけど、僕はフィクションだと思ってるんです。何ね、でいて、ディレクターさんも、ストレートに、筋肉ですね、とは言えないから、ディレクターさんも、すいません、音声の調子が悪かったんで、もう一回とか言って、もう一回コメントなんだけども、また池谷くんが、あ、そうですか、じゃあもう一回言います、って言って、X ファイルっていうのは、僕はね、絶対実話だと思って楽しむことにしてるんですよ。だから、どんなに人が、フィクション、ノンフィクションって言っても、僕は絶対に、フィクションだと思ってるんですって言った上に、あとバック転するって回って、ピタッと止まって、ディレクターさんが、なんか雑音入るんですよねって言って、でも、言い返すために池谷くんは全部終わってくるって回転してんだけど、もうね、4回目ぐらいのところでディレクターさんも、いいやこれね、と思ってなくて、それは多分オンエアされると思います。ぜひですね、X ファイルの特番みたいなのがあったらですね、見てもらうと、池谷くんがどれだけですね、なんですかね、優しい環境で育てられているか、ね、温室で今育てられているかはですね、楽しめると思いますけども。じゃあ、昔ローラースケート、小学校時代ローラースケートで、腰再生業のおじさんの車の後ろにこれ捕まって、うわーってやってたら、おっさん気がつかないまま、フルスピードに加速し始めて、ゴーンって走り出して、都電、俺の家のそば都電が通ったね、都電4駅。もう4駅の間ずーっとゴーンって行って、で、もう2駅目ぐらいからは自力で戻れないじゃん、もう子供だから小学校1年だ、戻れないから、もう夏がままで4駅目ぐらいのところで大きく膨らんでカーブした時に遠心力で外に弾き出されて、どうしようここでっていうの。あったな、俺な。俺も結構筋肉さんなんだな。じゃあこれで、いっぱいもらってね、この番組でいっぱいもらってるんだけど、ファックスを読んでるのがオレンジでなんだよ。割とオレンジで読んでるから、あんまり、紹介できない。ごめんなさい、ここでちょっと一枚読んでおきましょうか。ゆいさんこんばんは、ペンネーム。ここクローブだっててね、わかんないね。山木。ペンネーム山木千葉県。ゆいさんこんばんは、秋の新番組の紹介記事のコピーなんですが、見てくださいって書いてあって、TBS 伊集院光コサキンナの深夜放送アップスタートっていうなんか雑誌の記事なんですけどね。TBS ラジオがこの秋から再びオーソドックスな深夜放送を開始した。タイトルはアップスウルトラパフォーマンスラジオ。月曜から金曜深夜1時から3時。いじめ問題が深刻になっていく現在、60年代にあったラジオを通しての深夜の心の広場をもう一度作り上げていこうというのが番組のコンセプト。番組のコンセプトは、うわぁ。いじめ問題に俺は対抗してるんだ。ああ、だから俺がいつも口を酸っぱくして言ってるだろうな。いじめられっ子の悲しみ、ね。ね、それから後に、いじめと、ね。世の中には、お金を出していじめてもらいに行く、
田中義武さんと別の人種がいるんだから、そういう人以外をいじめることはどう考えてもいかんっていうことをよく口を突っ走って言ってね。それから人気先行のパーソナリティを排除、プロの喋り手たちを起用してラジオに一人で向かうリスナーと触れ合う方法はないかと真面目に取り込む。あ、人気のある人は出てない。人気先行の人は排除されてるってことは、俺らただのおしゃべり面？別な人気はない。おしゃべりだ？あ、そう。わかった、TBS の考え方。そういう考え方だったらな、居座ってやる。さて、伊集院光がですね、世の中で、目をつけたいろんなニュースをですね、自分なりの解釈で発表していくというコーナーなんですけど、今日はね、動物はバカだなっていうことをですね、ちょっとですね、皆さんと話していきたいと思うんですけど、特に鳥です。僕の中でバカだなと思うのは、鳥がすごくバカだなと思ってるんですけども、まず、卵がうまいっていうのがまずバカなんですよね。かなりバカなんですよ。もうよく親鳥とかがいろいろ頑張って卵を守ろうとするんですけれども、結局人間に食べられちゃうじゃないですか。で、食べられないように、食べられないようにいろいろ進化して、うずらなんかは、こう地面と、もともとはきっと何の卵を産んだか知りませんけど、これは目立っちゃうと食べられちゃうなと思うから、一生懸命親なりに工夫して進化してたね、地面と似たような色の卵が生まれるようにしたりするんですけど、進化すんならまずくなれっていうのが僕が毒を入れるとかね、なんかまずくなれば食べられないものを、そう進化しない時点で、ね、鳥は少しかなりバラなんですけれども、鳥っていうのがね、すごくね、頭悪いなと思うのは、生まれて初めて見たものを、見た動くものを、親だと思うじゃないですか。親だと思っちゃう、いわゆる、刷り込みという、現象があるっていうのをちょうど NHK でやってたんですけどね。で言って、例えば、生まれて初めて前を猫がヨロヨロって通ったりすると、あ、お母さんだなんつってついてって、自らついてて食べられてみたりとか、そういうことをするのが鳥っちゅうやつですわ。ね。で言ってね、そのね、NHK のね、夜やってたね、すごいどうでもいいような番組なんだけどね、今更そんなみんなの知ってることをやってるのかなと思ったらね、いいのかこれと思うような実験でね、鶏の卵が生まれる寸前のやつを2個用意してね、同時に生まれさせる。でそうするとひよこ A はひよこ B を親だと思いついていこうとするんだよ。でひよこ B は A を親だと思いついていこうとするんだよ。どうなるかっていうとね、こいつがぐる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 ずーっと回りながら、なんか微妙に右の方に動いてったりとか、微妙に左の方に動いてったりとかが、えらく面白かったんですけど、それの発展版で、今度は雑誌でそういうね、割と動物博士とか読む雑誌があって、その雑誌を読んだら面白いのがね、アメリカでそれを利用して面白いことを考えた親父がいて、鳥以上にその親父もかなりバカなんですけど、カモだかなんかの卵を生まれようとしているときに、必ずそのカモの卵の前を自分のセスナ機で横切る。セスナ機で地面の上を走って横切る。それを20匹かなんか繰り返して、その親父はカモと一緒に V の字型になって飛んでるんだよ、ずっと。カモはどんなに大きくなっても、その、セスナーが お父さんだお母さんだと思ってて、そのカモの中に上に必ず餌を置いて、ずっとローっとローっとローっとみたいなことをしてる親父がいたりしてね。まあ鳥もバカだが親父もバカじゃないですか。ああいうのをさ、こういろんなことでやってみるとどうなるのかっていうのをやってみたいですね。どういう風に思うのかっていう。昔ね、子供の頃にね、僕ん家はね、鶏をね、東京のど真ん中で20匹買ったんですよ。で、その時にね、プラレールでやったっていうか偶然なっちゃった時があるんですけど、そのね、ひよこはね、プラレールの周りをぐるぐる回ってるんですよ。で、プラレール割と寝ないし餌食べないじゃないですか。衰弱死してしまいましてね、電池が切れちゃいまして、ひよこの方が。で、ひよこは入れ替えられないじゃないですか、電池が。プラレールは入れ替えられるけど、死んでしまったりしたんですけどね。例えば、潜水艦のおもちゃを、こう、最初に動かしてみせるじゃないですか。ね。そうすると、ひよことかでも入ってくんですかね。水の中に、奥に。お母さんが行くんだから、ブク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 って行くんですかね。それからあと逆に飛べない鳥に
飛べる鳥を親だと思わせたりしたらどうなんですかね。ダチョウの生まれかけのやつの前にさ、シジュウカラとかさ、ああいうちっちゃいやついるじゃんか。ダチョウ生まれかけでシジュウカラをさ、こう、後ろに、あの前に置いといてパカって生まれたりするとさ、どうなるんでしょう。そういえばウズラ、ウズラの生まれた親ウズラをダチョウの卵の生まれる寸で前に置いとくと、ダチョウは当然、あ、ウズラって自分よりも、生まれたばかりの自分よりも小さいにもかかわらず親だと信じて疑わないじゃないですか。だけど、最初のうちはさ、親鳥についていくこと可能だけどさ、ものの1ヶ月でさ、大体その親ウズラを一歩で抜くぐらい、親ウズラが100歩ぐらい歩いたところを一歩で抜くぐらいになっちゃうわけだから、どうやってついていこうとするんですかね。玄関みたいになるんですかね。3歩進んで2歩下がるとかなるんですかね。動物学者の人がですね、ぜひね、教えて、欲しいんですよ、そういうの。今すごい僕ね、動物のバカさ加減っていうのにすごく注目してるんですよ。だって本当もうですね、進化の不思議みたいなのをずっとやってて、それはすごく面白くて、例えば何億年前に生物が発生した次の頃にね、急に何億種類っていう生物が地上にどうも同時に発生した時があるらしい。でそれは面白いもんで、神様が何かを試してるがごとく、生き残るタイプはどれなんだ。例えばエビと同じ形で40センチぐらいあるやつとか、そういうのもドドドドドンっていっぱい出て、あと変な話、わかんないけど空気を吸うんじゃないような生物もあったかもしれないとか、でそういう生物がもう一気に出て、一気に自然淘汰されて、もう何、TBS の新番組みたいなもんですよ。ワンクールで全部終わって、それで、一個だけ残ったミトコンドリアがずっと長寿みたいな形で人間は行って、何故にそういう風に進化をするのか、フグが毒がある理由ってわかんないんでしょ？動物って毒があるっていう認識がないから、フグを食べる動物は何度死んでもフグ食べるらしいんですよ。フグはダメっていう感覚にはならないらしいんですよ。ってことは、フグって何億年かかけて毒があるように進化したものもすごい無駄なわけじゃないですか。あいつも本来、努力するとするならば、美味しくならないように努力した方が、全然毒よりも、ヌガーみたいな噛み応えになった方がずっと得だったわけじゃないですか。みんな、うぺんぺってなったら。それがなんで動物はああいう風に進化するんだろう。でいて、それで言ってたんだけど、人間っていうのはね、人間っていうのはかなり長い間で一切進化してないわけです。で、進化っていうのは、突然変異論っていう、なんか難しい孤立があって、よく昔ダーウィンとかの人が言ってた、例えば鳥が一種類いたんだけど、それがサボテンがいっぱい生えてるところでサボテン食うようになると、くちばしがサボテン用にどんどんでかい種類が次々と生まれていって、一番最初にでかくなるとか、馬が近くに高い木があるところに、いた馬が高い木にあるところの草を食べるために、子供は少し長め、その孫はすごい長めになっていくんだったら、それは嘘で似てるんだけど、突然変異論って言って、こう何て言うんですか、馬の中でちょい首長めのやつがたまに生まれ、突然変異で生まれるでしょ。ところがそいつの方が生き残りやすい環境だった時に、そいつの方が生き残りやすいかげ、地面には草がないけれども、木の上には草がある時に、今までの種類がバタバタ死んじゃって、首の長いやつ同士が生き残るから結婚する。でその子供が当然首長いケースが定着してくる。ちょっとまたそこが首長いやつ、首長いやつでっていう突然変異っていうのが本当のことらしいんですけど、人間は悲しいかな、良くない状況だけど突然変異体っていうのを認めにくい。すごく認めにくい。そういうのに本当に良くないことなんだけど、危機を感じるっていうことで、今まで特に人間が低レベルだった時には、そういう外見でわかる突然変異体を避けてきたと。すごい避けてきたから、今まで一切人間は外面的にはどうも進化しなかったらしい。だけど、中はどうなのかわからない。中に見えないのはどうなのかわからないから、人間というのは俺たちが知らないうちに3種類目ぐらいの人間にもう脳みそだけは変わってるかもしれないって話が出てね、いろいろいるのかもしれないんですよ。だから普通の人間の人と全然違う、脳みその形じゃなくてシステムを持ってる人間の人とかがいたりするんじゃないかなと思ってね、それをね見ててね、すごく面白いと思うんですよ。何型人間、カニ型人間、人間って不思議と動物学的には数種類ぐらいしかないんでしょ、きっと。モンゴロイドとかコーカソイドとかそれぐらいしかないわけでしょ。もっと細かいと思うんだよ。宇宙人がパッとこう人間のところに来たら、図鑑を作るとして、俺と、内田有紀を同じページには置かないと思うんですよ、絶対。あと、俺と、
俺とことになずも同じページのような気がするな。そういうのを分けて図鑑とかにするときに、果たして人間は人間のルールとかがあるから分けられないじゃないですか。それがまたいけない差別とかに繋がっちゃうから絶対分けられないんだけども、なんか他の動物、他の世界の人が見たら人間はすでに何種類ぐらいに分かれてるんだろうっていうのをちょっとね、考えて。いや、なんかすごい壮大な話になったのにちょっと怖くなってきたんで今日はこの辺で。ラジオネームミスター、キャットヘルパー。伊集院さんこんばんは。ところで伊集院さん、僕は今までの放送少なくとも生であったと信じています。しかし今日は分からないので、この質問に答えてリスナーが生であることを、リスナーに生であることを証明してください。大相撲九州場所、本日、あけぼのが敗れた相手とその決め手を答えよ。あけぼのがいなされて負けたらなんだっけ、見た見た。いなされて、おっとっとっとって前のめりになって、負けたんだよ。相手はね、高口誠司。そうそう、オッケー。よかった、生だって分かったよ。立ち合いで、スッといなされて、背中叩かれて、とっ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 て言ってたんだ。相手は、あれ、多分俺の記憶間違いないけど、キューティー鈴木か。キューティー鈴木。相手はね、西の前頭13枚目の、キューティー鈴木に、叩かれて、負けてました。うわ、やべえ、けどマジでわかんない。なんだっけ、あのお相撲さん、あのお相撲さん。もうみんな、もうプンプン。あと、なんだか今日あったニュースってなんだろうな。あんま知らない。今、新聞を取りに行ってくれましたけども、新聞がエンディングまでに間に合うんでしょうか。あ、もうほら、明日の朝刊があるわけ。明日って明けて朝刊があるわけ。あ、今日対戦した相手を今日の新聞で見ればいいのか。今日対戦した、ジャイアントキマラ2。ジャイアントキマラ2の方だ。違う。言えば言うほど絶対嘘だと思われてんな。まあ、とにかく、今分かり次第入れますが、高藤力だよ。高藤力。突き落としで。高藤力の勝ち。ね。突き落としか、ブレンバスターで。高藤力の勝ちです。よっしゃ、今日はこれで。なんか結構さ、結局さ、毎週それで相撲のこと言うようになってさ、大相撲ダイジェストみたいな番組になっちゃったら嫌だな。これがみんな信じないために、今日の取り組み全部やって。味噌バターは勝ってたよ、今日も。今日味噌バター勝ち。ね。じゃあ、ワックスもどんどんやらない。